おねえニュース速報のジョーカー様よ。本日はツイッター界のニュース王、滝沢ガレス法によるニュースからよ。かつて日本テレビの大人気番組だったマネーの虎をパクってのし上がった令和の虎という YouTube チャンネルにたびたび出演していて大人気のドラゴン細井先生が院長のアマソラクリニックにて F カップセクシー女優の宝生リリーさんがレーザー脱毛手術を受けたところ、どうやら機械の故障疑惑で火傷し、体に長らくキスマークのようなあざが残り半年近く消えない事態に。ちなみに手術直後の本人のツイッターからの引用写真がこちら。今年1月に治療を受けたみたいね。2日後の状態がこちら。そしてこれが約3ヶ月後、4月になってもまだ消えていない状態。彼女の仕事は体を張ったセクシー女優、これの影響により仕事が3本飛んでしまったとか。当初こんなになるとは思わず、手術1週間後に撮影の仕事を入れていたんだけど、とてもじゃないけど自身の体のせいで行えなかったのでキャンセルすることに。その場合にバラシ費用というものを自腹で支払わなくてはならなかったらしい。医療ミス疑惑で3本の仕事が吹き飛んだのに、ドラゴン細井先生のアソラクリニックは未だ何も保証もないため、弁護士を交えていろいろ話し合いをして現在揉めているというニュースなのよ。しかもクリニックサイドの対応はなかなかスローペースらしいわね。セクシー女優のリリーさんのツイッターを見ると、クリニック側とやり取りはしてるものの担当者がコロコロ変わる始末。スタッフ久田になったり前田になったり、はたまた西川や佐々木など、ガレソ氏やリリーさんのコメ欄を見る限り、自身もこのような手術を受けたことのあるという経験者も多く、これはひどい、こんな後ついたことないって人や、これは医療器具のヘッドが汚れているために起こる現象で医療ミスの可能性もありますなどなどのコメントも。めったに起こらない珍しい事態なら、クリニック側ももっと慎重に扱うべき件ではあると思うけど、担当者が定まらないしたらい回しにされてる印象も残るわ。この色素沈着という問題、私はクリニックで美容手術受けたことないから詳しいことはわからないのだけど、やる前に当然誓約書みたいの書かされるんでしょ。そこに火傷のリスクがあることも了承しないといけない項目もあるってコメントも見かけたけど、今回リリーさんは特にその紙を読まずにサインをさせられてしまったってことみたい。項目の火傷のリスクを了承してた場合、訴えたとしても勝てないものなのかしら。医療ミスだとしたらさすがに覆そうな気もするけど、8月となった今現在あざは消えかけているみたいだけど、仕事が3本飛んだ上しばらくセクシーな活動ができなかった点についてリリーさんは争いたいみたいね。今相手方に体を見せて診察された場合、治ってますよね、何も問題ないですって片付けられる可能性も危惧しているリリーさん。今回のガレソ法では現在リリーさんの方の主張しかまだ出てきてないわけなので、ドラゴン細井先生サイドは今後どのような対応をするのか、そしてこれは本当に医療ミスだったのか、ミスを認めた場合しっかりケアや保証をするのか、なぜこんなにも対応が遅れたのかなどなど、私は興味があるわ。今年になって令和の虎のメンバーは賭けポーカー問題などで様々な不祥事を起こしたこともまだ記憶に新しいわね。過去に私も取り上げたわ。まあ全然数字回らなかったからしっかり非公開にしたけど、私令和の虎内でのドラゴン細井先生の発言など結構面白くて好きだから、今回の事件ぜひとも正しき対応をしてほしいところよ。ということでこのニュースも出したところで、前回のように数字回らなかったら非公開にせざるを得ないから、一人10再生はすることなんてね。